はい、やってきましたということで、今日はですね、風がすごいことになってます。 100m マイナス 6m とかを超えてるんでね、ちょっと出ようか迷ったんですけど、しかも今週会社を2日休んでるっていうね、体調不良で逆に疲れないかなと思って出たいと思います。ちょっとね、試したいのが、まあケンちゃんのひねりをね、あそこまでいかないんですけど、全身を使ってちょっと走る、もがくみたいなところをね、やってみたいなと思って、まあ、バックは追い風なんで、そこでスピードを持って帰りになるべくフォームで力をためてもがくと、まあ、フォーム多分ね、めちゃくちゃ足も止まるし、風強いの苦手なんで足止まると思うんですけど、まあ、そこでもがくっていうのをやってみたいなと思います。すごいんですよ、 100m でね、マイナス 6.8 とか普通にありましたからお疲れ様です。シーズンベストじゃね。風きつすぎでしょ。どうだった？8まで1位だ。300まで1位でしたね。はい。ということで最後垂れましたっていうか風に押されました。まあ一応ね、最低限のシーズンベストということで。出ようか迷ったんですけど、まあ出てよかったということでしときますわ。はい、まあ、休んだ方がいいという結論ですね。はい、それでも大してタイムは変わらないということでした。あとやっぱね、午前弱い、体が今日結構あったかかったんで、ね、それは良かったですね。はい、いやいろんな人に会えてよかったです。じゃあゴールデンウィークバンバン出るんで、まだまだ皆さん頑張りましょう。